寄らないっす。寄らない。寄らないわ。寄らないっす。寄らないっす。寄らないっす。あの坊主入ったらもう、こうはなんないっす。なんでっすね。なんでなんすか。いや、わかんないっす。あれ普通になるっていうやつですよ。ほら。硬いんですよ、体。硬いんですね、はい。だから、あの不利なとこが出てきますね。硬いから。硬いと。まあクリーンはいいんですけど、はい、スナッチもちょっとだから、ちょっと硬さからうまく、こう、ポジションが決まんないんで、そこが決まってくれば、多分重量はもっと上がるんですけど、うん、その練習っすね、もう。ケツ下げればいけるかもしれない。そうっすね。ケツ上げちゃったら前つまめっちゃうんで。筋肉が発達しすぎて、うん、丸まっちゃうってことなんですか、姿勢が。丸まっちゃうというか、なんかどこに何があるかよくわからなくなっちゃう。はい、あその前に筋肉ありすぎて、はい、肩が前に出てるように見えてるだけかもしれない。そんな気がしてきます。はい。どうしても多分重くなってくるとこう早く上げたいから早く上げるポイントを早くしてるんですよ多分。ああなるほど。この待てないですよね。スナッチと、はい、あのジムナスティック系だ体操逆立ちとか、あ懸垂とかマッスルアップ系 あのリングのとかで体操系が課題なんで、はい、今日はちょっとそれを多分めっちゃやります。逆立ちね、まあ、今年4月になるまでまずできなかったですからね全く。予選でもし逆立ちが出てたらもう結構僕はやばかったですね。だからまあ絶対決勝は多分出るんでどうにかねちょっとできるように。でもねこれ絶対ちょっとクリアしないといけないんで今日はその日っすね。
慣れるとできるんですけど、スイスはマジで。ちょっと10月見てください。もっとさらっとできるようになってるんで。よし。きつい練習の後にコストコに来ました。普段僕ら栗原家が買うやつをちょっとみんなに紹介したいと思います。一体どんなものを食べて鬼のようなトレーニングを耐えてるのか、まあ今日はちょっとそういう感じでいろいろ買っていきます。コストコに行く人からしたら量は少なそうですね。少ないですね。普通のショッピングみたいな。まあ今日はあれジムの帰りなんで、はい、本当に普通に今日食べるものを買っただけです。なるほどですね。あ、でも鶏肉は結構持つから冷凍して、うん、鶏の胸肉ってやっぱ結構食べるんで、はい、でジャスが鶏の胸肉に関しての料理がめっちゃ得意で、胸肉のレパートリーすごいですからね。気になります。今度それちょっとやりますか。栗原家は結構美味しく作るんで、ぜひ気になります。紹介しますわ。 OK。